なかったな、おい小鳥さんか。ええ、なんでおめえ落っこちたんだよ。へへ、そそかしいね、随分。さあ、飛びな、飛びなよ。 今、シャムゼン弾いてたの、姉さんですね。随分いいねじめでしたよ。かわいい。<笑>そのおかしいんですよ、この鳥。空から落っこってきた。もう姉さんのシャムゼン聞いてるうちに、いい気持ちになって空の上で寝ちまったんですかね。<笑>まだ赤ちゃんみたい。え、お腹は空いてるの？ 水が飲みたいのかしら。ええ、よしよし。かわいい。 自分では飛べると思ってすから飛び出したんでしょう。少し元気になったみたい。早く飛んだ。ええ、雪でも降ってきたら、おめえ焦げ死んじまうぞ。ああ、降りてるな。<笑>ああ、早くお父っつぁんやおっ母さんのところへ帰って、あ、温めてもらうんだよ。ええ、 早く飛びな。おい、二人で体温め合いながら、おゆき、生きていこうじゃねえか。おゆき、おゆき、おゆき。
みんなが迎えに来たわ。じゃあよかった。はい、よかったな。止めよう。止め止め。あらよ。あ、もう足を止めさせてしまってすみませんでした。いいえ、急ぐためじゃありませんから。あまさんどちらへ？どこって、どっかにぎやかな宿場行って少し稼ぎましてね、またあの次の宿場へ。私と同じ。詰まっちまったよ。一人？二人なんだけど。アンドメアでもいいかい？ええ。おい、そこのアンドメア片付けてくれ。お客入ってもらうから。明日になったらこの部屋が開くからね。すいません。どこだよ。あんまさん、お願いしますよ。いや、ありがとうございます。足元気をつけて。あんまさんが来ましたけど。待たせてくれ。二人で体を温め合いながら生きていこうじゃねえか。嬉しいわ。おい、あんま。え？入ってくれ。は。腰だけやってくれ。つかまらさせていただきます。あんないいお体なすっておいでございますね。そこはいいんだよ。腰だけやってくれよ。あ、そうですか。どうもお疲れ様でございます。おい、へ、もっと強くできねえか。あ、そうですか。じゃあちょっとゴールでして。宇野さん、減るよ。減ってるじゃねえか。これがよ、見てんだってよ。いいよ、連れて行きなよ。友達だよ、おめえにご馳走しよってんだよ。すみません、お世話になります。何、喜んで世話させてもらいますよ。さあ、行きましょうか。
後から行くよ。お待ちどうさま。うん。いいね。久しぶりだったな。3年ぶり。ああ、3年も会わないと何言ってるか分かんねえな。私も もらったのがあるわ。これだけはなくさないように大事に持ってたの。あ、帰り。ごめんなさい。なんかいいことありましたね。そう、どうしてわかるの？足音がウキウキ笑ってましたよ。一緒に飲みましょう。どうすか？どうぞどうぞどうぞ。
13の時からよ。お父っつぁんが歌を歌って、私が三味線を弾いて、旅から旅へとあちこち流して歩いた。今でも目に残ってるわ、お父っつぁんの背中と砂ぼこり。雨が降ったり花が咲いたり雪でも舞っちまったり。寒くてね、野良犬抱いて寝たこともあった。その時だったわ、宇野さんに会ったの。宇野さん。そう、あの人私にね、二人で体を温め合いながら生きていこうって。はい、二人で体を温め合いながら、そう言ってくれたの。生きていこうじゃないか。だけどね、お父っつぁん倒れちまった。私ね、お父っつぁん一人っきりにするわけにいかないでしょ。だからさ、看病しながら流しで稼いだわ。だけどね、だけど私の頭の中はいつも宇野さんのことでいっぱいだった。こんなことしてたら、あの人他の誰かさんに取られちまうんじゃないかって心配で。3年もよ、私あの人のことばっかり思って暮らしてたの。それがこんなに早く会えるなんて、きっとお父っつぁんが会わせてくれた。いや、お父ちゃんは雪が降ってる朝死んじまったの。さあ、いったん飲んでね、飲んで一緒に私と一緒に喜んでちょうだいね。ええ、ごっとさ。だけどなんですよ、男なんてものはね、よっぽどよく見ねえってと。そう、いい男なのよ。なんて言ったかしら。ねえねえ、ほらよく言うじゃないの、あのほら、ほら薬飲んだ時にね。薬よ。ほらあの胃の薬なんか飲んだ時さね。胃の薬って言ったら、あの、あ、苦いんですか。そうそうそう、そのほら、あ、ね、苦み走ったいい男。そうなのよ、本当にその通りなの。これね、あの人がくれたの。これ櫛ですね。この櫛だけはなくさないように大事に持っててよかった。明日お蕎麦屋さんで会うことになって。宇野さん、やめて！お願いします！お願い！いや！
おい、この玉は十両だ。だから五両渡したんじゃない。だって十両じゃん。だから五両だよ。うの、おめえにはまだ三十両貸しがあるな。その上引かしてもらったぜ。分かったか。分かったかよ。あ、おいぶん、いい玉があるんですね。いや、すっかり忘れちゃってね。いや、江戸取るときはね、一本取れるんだけど、まあ、おいぶん、これでいいや。ちょっと見てもね。分かった分かったよ。お前の持ってる玉は確かにいつもいい玉だ。だが話だけじゃどうにもならない。いや、話どうやと、そこのね、角曲がったそばにね、渡したんですよ。マサ、ついてこい。角曲がったそばに渡したんですよ。うのさん、うのさん、いらっしゃい。いちさん。あ、うのさん。どうも。お一人ですか。ええ、よかったらこっちいらっしゃい。お邪魔しちゃなんですか。あの、影くれな。はい、いらっしゃい。渡したな。うん、今来たとこ。この人な、昔から世話になってる人なんだよ。ゆきです。そう、ゆきってんだ。3年ぶりに会ったんだ。おい、この野郎。早く持ってくなよ。おい、うの、こんなところでもたもたしてておしょうがねえ。うち帰って飯でも食うじゃねえ。そうですね。な、行こう。いいんだ。おい、うのさん。ほら、どうも、こんなところで。いちさん、うのさんを。ゆうべ、呼んでやったんだよ。な。どうも、ゆうべありがとうございました。どうです、お越しのお疲れ具合。何？お疲れのところ。しかしなんですね、さん、あなた、胃の薬を飲んだ後みたいにこう苦味出したいい男なんですってね。どうりでね、さっきなんか女の人が「宇野さん、宇野さん」なんて言って本当のことなんですよ。みんなにひでえ目に遭わせられながらね。それでも宇野さん、宇野さん、黙ってる。ザトウイチって名前は聞いたことがあるな。たかがあんまじゃない。今野郎が黙って抜けやがったからこんなことになったのか。行き着くんじゃねえ。今から抜くって分かってりゃあんまの一匹や二匹行けづくにしてやら。はい、しょっぴってこい。おい、ウノ、あの女は俺がもらうぜ。じゃあこれを。黙って連れてこいよ。小雪さんに嫌な思いさせちゃってすいませんでしたね。
こ行くつもりだ。お雪さんところへ行く気だな。どこ行くと俺の勝手じゃねえか。なんか勇気だろう。それは口がありゃなんか、なんて勇気だ。言ってみろ。言えなければ教えてやる。その通り言うんだぞ。そうでなければおめえが一番大事にしてるところをちょんぎちまうぞ。話があるんだよ。私もさっきあんなことになっちゃって心配してたの。私ねずっと。おめえ黙ってろ。おめえは俺の言うことさえ聞いてりゃいいんだ。痛えな。俺にはかかんあるんだよ。ガキもあるんだ。おかみさん。そう。言うよ。俺もかかな。いい女なんだ。いい女だぜ。本当にどうにもならねえんだ。おさらばするぜ。あのお客さんですか。ちさん、ええ、私今からこの宿場出ます。え、あもう立つんですか。ああ、または早いですね。
ゆいさん、どこへ行きます？私がどこへ行こうとどうなろうと心配しないで。お酒ください。はーい。お前がな、きっとここへ来ると思ってたんだよ。嬉しい。私、俺かかなんか嫌しねえんだよ。嘘。嘘じゃねえよ。嘘。嘘じゃねえよ。おかみさんがいたって子供がいたって。だけど私どうすりゃいいの？ねえ、どうにかして、どうにかして。マスター、大丈夫か？おゆきって女がおめえに会いてんだってよ。その仕込みにいたらおゆきの命はなくなるぜ。ついてきな。またおゆきさんに会えるとは嬉しいね。おゆき、おめえ3年もの間ずっと俺のこと夢見てたのか？他の男のこと思ったことあるかい？可愛いでしょ。女みんなこうして俺のとこ集まってくるんだよ。おいおい、あの星帳消しにした上、これだけの約束で入るよ。
働かせるのは惜しいや。いくらでも出すぜ。おい、今あの雨来るぜ。あの野郎、生意気な野郎だ。刺身にしてやる。あ、おめえ、あんまの刺身食ったことあるかい？え？さっきよくも俺のケツの穴つつきやがったな。てめえがいくらつついたってな、女はこうして来るんだよ。え？ああ。てめえのことを恨んでるぞ、おいきや。夢を壊されたってな。なあ、おいき。三年の長い間の夢を一日で壊されたんだよな、こいつのおかげで。世の中で何が嫌だって、昼ぐらい嫌なものはないね。何言ってるんだよ。あんまのくせに昼も夜もねえじゃねえか。こいつは一本取られた。俺の言ってる昼はな、人間の生き血を吸って生きてる昼のことを言ってるんだよ。そら！バカなことするんじゃねえよ。抜いてくれよ。痛えじゃねえか。おい、抜いてくれよ。痛えじゃねえか。お前俺殺したって。俺を殺したら生きていけなくなるんだぜ。抜いてくれよ。なあ、おい。やった！
足をずっと持ってるつもりですか。イチが叩き切った男にはまだ幼い子供を抱えた若妻がいた。その争いの中で子供をかばったイチは深手を負った。母と子に解放されてイチの傷が癒える頃、悪の手は再び彼らを襲い、女は辱められ命を絶った。イチの怒りに震える手は仕込み杖にかかった。次回、新里をイチにご期待ください。